日本人大好きですか？好きよ。どうですか？はい。日本人と結婚してみたい？結婚大丈夫？大丈夫。大丈夫？何歳まで大丈夫？40歳くらい。え、今何歳ですか？今年25歳です。25歳なの？あ、意外に若いね。40歳まで？あの、OK。OK？50歳ダメ？ダイハなんだそれ。どうも、エンディです。もう活気があるバンコクやってまいりました。今ね、夕方なんですけども、夕方の6時ちょっと前で、バンコクはね、これから、まあ、帰宅ラッシュに、ね、なるところなんですけども、もうすごいもう車の量が激しくて、まあ、多分タイに来たことが、ね、ない人っていうのは、この今の日本よりもバンコクの方がはるかに盛り上がってるっていうのを多分知らないで、まあのんびりと暮らしちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。だから今日ね、女の子を紹介するわけなんですけども、ちょっと女の子を紹介する前に、このバンコクの活気を見ていただいて、ちょっとのんびりしちゃっている日本の方は、ふんどしをね、引き締めて、日本もう一回仕切り直しして頑張るぞっていう気持ちになってほしいと思うんですよ。大体ね、寿司が13貫で3000バーツ、1万2000円ぐらい、みんなパクパク食べてるんですよ、大学生とかが。すごい世の中ですよ、タイランド。まあ、そういうね、このタイの活気、高級車バンバン走っていて、なのでね、まあでもいいか、まあ、女の子の紹介しましょう。今日の女の子すごいです。ソムって言うんですよ。でバンコクで今若くて可愛い子が揃ってるのはコロナ以降このお店だということで今日やってまいりました。じゃあ早速もうね行ってみたいと思います。サワディーカー。すごい、こんにちは。こんにちは。すごいいっぱいいますね。こんにちは。こんにちは。ママは？ママです。ママ、よろしくお願いします。じゃあ入ります。こちらどうぞ。はい、映っても大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。カレーなお店、そして、はい、はい、もういきなりですか？いきなり。はい、ちょっとまず汗拭いていいですか？いいです。涼しい？いや、すごい冷たい。今日33度、4度結構暑いですよね、はい、多分これ見てる方がタイに、ね、旅行に来る方が多分たくさん見るんですよ。だからそういう方が初めてこのお店に来て、はい、いくらぐらいね払うのかなっていうのを教えてあげたいんですよ、はい、じゃないとタイ知らない人は、ね、怖いんですよね。お店入ってね、なんか計算会計の時にね、15万円ですとか言われたらもう泣いちゃいますよね。はい、はい、説明してもいいですか？説明してもいいです、お願いします。旅行、観光、はい、観光来たの人は、はい、飲み放題本いいですね。飲み放題1時間で800バース、はい、ビールとウイスキー、はい、サントリーです、はい。女の子はもしよかったら、はいはい、いっぱい200バーです。シャッチ直線です。カラオケは無料。はい、カラオケ無料。わかりました、はい、じゃあ今日は初めてタイに来た人のパターンでいきましょうか、はい。で、まあ、タイに住んでる人の場合はボトル入った方がいいんですよね。そうです、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。なんで笑うんですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。どうやって選んでいいんですか？あとで女の子、車来ます、はい、はい、来ます。お客さんは選べます。はい、
いいですか、お飲み子。いいですよ、お願いします。少々お待ちください。はい、女の子ね、来るんですよ今から。まあ僕はね、まあ、色白でも色黒でもね、どっちでも大丈夫なんで。あ、ありがとうございます。失礼します。え、お姉さんは何なんですか。チーママです。チーママサワディハー。僕お姉さんでもいいな。口の甘です。ハイボールです。ハイボールいただきます。今女の子、はい、あ、もう来たの女の子。はい、誰いいですか。悩むね。いっぱい、綺麗、うん、日本語よろしいですか。そうですよね、あの日本語できる方がいいんですけど、うん、はい、誰日本語できる手挙げてください。なんかこれ今すごい暗いんですけど近く撮っていいですか。日本語できる人がいいな。手挙げてください。日本語できる人。あ、上がってた。日本語できますか。はい、できます。日本語できますか。はい、できます。日本語できますか。なんで勉強してよ。僕この子がいいのに。この子が絶対いいんですけど。なんかベリーダンサーに似てる。プーパースは自分ないのいか。にんのいか。じゃあちょっとね、そうそうと言って、そうそうと。そうそうそう。あ、奥さんにするならこの人がいいな。絶対に。絶対いいと思う。あ、いたわらいか。何歳ですか。28歳。ちょうどいいね。悩むね。じゃあまず、こちらの人。一人。え、女子、お、お、夫人じゃない。夫人か、女の子です。声低いな、大丈夫かな。オッケー。頼みますよ、本当に。サワディカ。じゃあこの人行きましょう。じゃあもう一人、僕ちょっと好きなんですよ、こういう顔。お願いします。じゃあ3人。で、僕これ奥さんにするな、この人。絶対いいと思う。いやいやいや、奥さんに絶対いいですよ。ちょっとちょっと。絶対いいと思う。いや、絶対ですよ。奥さんに絶対いい。遠藤家の、いいですね。OK、じゃあこの次行こうか。じゃあ4人、4人ですか。で、まずお客さんは飲むんですね、これ、ね。はい。で、一人で飲んでると、おかしいから、レディースドリンクですよね。これが問題なんですよ。なんか、でもレディースドリンクって、女の子は、あ、そもそもこれって800バーツで何時間いっていいんですか、はい、90分1時間。1時間ですか。1時間800バーツでいていい、はい、で女の子はその間何杯ぐらい飲むんですか。あ、聞いていい。ちょっとまずうちの奥さんから何杯飲みますか。ちょっと3軒。3軒結構飲むな奥さん。はい、3杯なの。みんな3杯。みんな3杯なの。ママは何杯。あ、ママ2杯。ママ2杯か。そうか、そんな感じ。じゃあ分かりました。じゃあまあ1時間でね。じゃあいきましょう。じゃあまず皆さん1杯目からいきましょうか。乾杯するからね。どうぞどうぞ。ありがとうございます。うわビューさん、ウータン、ジャンはないか。チャイアプーム。チャイアプーム？はい。いいな。うん。ウィウさん、ウィウさんね。はいはい。チワないか。モーハ。モーさんね。モーさんも唇がすごいセクシー。そしてこちら。ワンです。ワンさん。はい。はい、そしてこの人もすごいんですよ。この低音の魅力。チワないか。トゥイちゃんです。トゥイちゃん、名前覚えないんだよ。トゥイちゃん、なんかこれどうしたんですか。これどうしたのこれ。そうね、ゲームやると言葉が通じなくてもね、多少なんかこう時間潰しになるっていうのは。乾杯。はじめまして。よろしくお願いします。うん、どんなお客さんが好きですか。楽
しいが好きです。楽しいが好き？優しいが一番優しい。そうなの？日本人大好きですか？好きよ。そうですか？はい。日本人好きですか？はい、大好きです。日本人の恋人いたことありますか？あー、ない。ないの？はい、そう。いいですか？はい。あ、そうだ。日本人と結婚してみたい？結婚大丈夫？大丈夫。大丈夫？はい、大丈夫。大丈夫？本当？何歳まで大丈夫？40歳くらい。え、今何歳ですか？今年25歳です。25歳なの？あ、意外に若いね。40歳まで？OK。OK。50歳ダメ？大変。なんだそれ。お金持ってれば大丈夫。はい。今年29歳。あ、で38歳まで大丈夫？はい。大丈夫です。はい。ました。今何歳ですか？26。26歳？じゃあ、男の人結婚するなら何歳まで大丈夫ですか？35 35 アップ35歳以上。ありがとうございます、よかった。じゃあ来ました、次です。一番僕気に入ってます、うちの奥さん。はい。今何歳ですか？28歳。何歳まで OK ですか？推し決まってない。なんか希望があるね、はい、楽しいところ。ここじゃあね、何回くらいここに来るといいのかな。1週間1回で1ヶ月4回来たらなんか一緒にご飯大丈夫？どう？ご飯大丈夫です。ご飯大丈夫？え、4回ぐらい、1回来てもいいの？あ、1回じゃまだ分かんないね。はい、そうですね、ちょっと2回、3回あったら、よかったら一緒にご飯食べます。わかりました、すごいいいと思います。すごいいいね。ありがとうございます、人気があるの？やっぱり。今お店入って何ヶ月ですか？あ、お店来て1年。これ やっぱりさ、いい子はどんどん持ってかれちゃうでしょ、はい、やっぱり早くした方がいいよ。早くしないといい子は行っちゃうから、ね、1年です、今1年で、こちらは何年ですか？7ヶ月ね。じゃあこちらは1年。こっちも気になるんだよな。25歳。25歳なんだよ。4人来てもらって、今の時点ではもうこちらの25歳かこちらの28歳か。でもね、やっぱりこの人も気になるんだよね。なんか面倒見てあげたいんだよ。なんかね、面倒見てあげたくなっちゃうなっていう。でもね、この人がね、さっきからずっとね、僕の面倒見てくれてるんですよ、横にいて。こういう人もね、実はね、奥さんにするといいんですよね。本当ですよ、皆さん。だからね、奥さん選びって本当大事ですから。自分の人生かかってますからね。で、こう失敗しちゃうと人生も失敗しちゃうから、本当に奥さんをね、しっかり選んだ方がいいです。難しいな今日は。結構レベル高い。じゃあママだったらこの4人の中どれを僕におすすめします？僕がもしお付き合いするなら。多分この子だ。そうなんですか？意外だ。なんで、なんで？なんかこの子は、日本人っぽいの、性格は日本人っぽいです、あと日本人のことをよくわかるかもしれないの。今学校も勉強、日本も学校も勉強しています。どこで勉強してるんですか？そうそうそうみんなそうそうそう。そうですか。お名前は？
ワン。ワンさん、はい、甘いね、甘い。はい、そうそう。甘いワンさん。そうか。そう、あ、結構大きい。本物ですよ。本物ですか。はい。タマチャーか。子供は何人欲しいですか。あ、二人。二人。はい。どうですか。はい。できますか。あ、それ聞こう。子供は何人欲しいですか。一人欲しいです。男女。男。男。そうなんだ。じゃあ聞きましょう。はい。子供は何人欲しいですか。2。子供は何人欲しいですか。そう。はい。そうですか。じゃあ、お父さんとお母さんはね、日本人と結婚は大丈夫ですか。OK です。OK。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もう乾杯。イエーイ。うん、果物何ですか。リンゴですか。梨。梨なんか。甘いですか。甘い。すごい美味しい。やっぱりさ、なんか一緒に今もう多分20分ぐらいでしょ。一緒にいるとだんだんこう分かってくるね。なんか意外とね、うちの奥さん候補だった人は静かなんですよ。なんで静かなの。まだ酔っ払いないです。酔っ払いから。お酒好きですか。好きなの。そう。好きなんだ。はい、好き。好き。はい、毎日飲む。あら。でもどこにだ。はい。エブリデイ。そうなの、そうなの。じゃあ、そうなんだ。うちの奥さんになる人飲まないでほしいな。だって子供のね面倒見てほしいから。そうなんだ。お酒どうですか。好き。好き。そうなの。長期飲むの。はい。毎日飲む。毎日飲むの。はい、そう。で、もしね、子供できたらどうするの。子供できたらお酒ストップできますか。できますよ。本当。はい、頼みますよ、本当。どうですか。はい。子供できたらお酒ストップできますか。はい、できますよ。どうですか。はい、ゲームです。Are you ready?レディー、レディー、レディー、ガン。どうやってんの？うん、四四で。どうするの？八。じゃあこれ。七七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 七数値ないなら、はい、負け、あ、飲む。負ける、はい。ただ棒を5分半くらい。メミ、ない。はい、はい、飲みます。半分、半分。あ、おーい。え、すみません、これ負けた人が飲むんですか。はい。でもみんなお酒好きでしょ。じゃあみんな負けたいの。どう。負けたくない。まだまだ決まってないから、はいはい、もしなんか、うん、相談したら負けた、うん、何するか。相談しない。はい。じゃあさ、すみません、もうこの際だから負けたらあのチュでもいいんですか。あ、そうですよ。もし相談したら、OK、いいんですか。はい。じゃあ負けた人は誰にチュするの。僕でいいんですか。いいですよ。本当に？お客さんはいいサービスしてね。はい。すいません。本当に今日仕事で来てるんですけどね。なんかこんないい思いをして、もしね僕勝ったら負けた人がチューしてくれるって大丈夫ですか？大丈夫？はい、大丈夫。じゃあまスタートはさっきの負けた、ね、人がスタートから。はい。OK。ママやんないの？ママやんないの？
ママもやって、ママもやって、はい、わかりました。あー、ママじゃなかった、やばいよ。はい、はい、はい、やばね、やばね。僕負けたらどうなるの。自分で自分に中います。あ、もし負けたらいきなは、はい、ないの、ない、僕負けた、はいはいはい、飲みます、いき、なんで負けるの俺。ラッキーですね。ラッキーね。他のゲームは？他のゲームは、あ、ここだ、うん。今度は勝つよ、絶対に。なんか、ま、絵が描いてある、ま。絵が入ってると、ラッキー。うん、そう、はい、ラッキー。ラッキーなの？これ、痛くないですか？痛いです。痛いんだ。我慢したの？これ、いくらするの？いくらするの？忘れちゃったですよ、ね、だいたい1500バーツくらい、安いな、6000円。もう一回見ていい、もう一回見ていい、はい、しょうさんに、ね、6000円なんだこれ、はい、どこでどこで、バンピーです、バンピー、はい、6000円で書いてもらった、はい、本当は高いのもいる、安いのもいる、うんうん、みんなあるんですか、ある、あるの？名前、私の名前。どこに書いたの？はい、あ、本当だ。セクシーなんだ。これはいくら？1200バーツ。4800円か。これはいくら？タオライか。2000バーツ。うちの奥さんは多分ないと思う。ないです。ないんでしょ、うん、なんでない、メミ、ほんとだ、ちょめっちゃ細いな、体重42キロ、45キロ、はい、そうなんだ、ママはないでしょ、あります、あるの、ちょっと見ていい、見たい見たい、ここです。40歳の時です。はい。ファーストラブ。これ何？あ、なんかファーストラブの名前、好きな人の名前です。40歳の時です。これいくら？ただです。ただで。友達、私の友達がやってます。なんだ。すごいな。そういう、まあ、痛いな。痛いだからやめました。ママは一番可愛い。痛いから途中でやめたの？私痛いことは好きじゃない。いや、僕も好きじゃないですよ。はい、じゃあクロコダイルゲーム、あ、ちょっと失礼します、もういっぱいいただいてもよろしいですか、いいですよ、いいですよ、はい、あ、これゲーム、じゃあこれ負けた人は何してる、あ、じゃあ、はいはいはい、じゃあ僕にチュー、 OK か、はい、 OK ですか、 OK です、 OK ですか、はい、 OK、オッケー、ママ、ママ、で、僕負けた場合はボーイさんキス、ボーイさんがキス、ボーイさん、ボーイさん、やばいな、帰りたい、帰りたい、เอาไปเลยจริงเหรอดีจังすごいいい匂いでした、すごいいい匂いでした、したいです、したいですね、ボイさんしたいですね、
クイさん、本当に女の人なの？はい、女の子です。本当女の子？痛いか。え？メミいるね。毎日飲むのか歌です。本当に女の人？昨日すごい歌よ。本当？歌うまいです。絵本もうまいです。ちょっとじゃあ歌歌ってくれる？お願いします。軽く、はい。男みたいに今大丈夫。どうぞどうぞお願いします。何が歌うの？何でもいいよ。一番好きな歌。はい、先くせ。なんだよそれ。未来は元気ないです。早くちょっと早い。未来のは一番痛いよ気温。いいから痛いからできない。痛いからできない。そうだよね。痛い時にやっちゃいけないよね。うん、そうそう、ね。痛い時やっちゃいけません。本当。はい。すごいなこのチャンネル。これ10万回再生いくかな。はい。ね。面白いこのお店。なんか声がいいね。声がすごくいい。男みたいよ今。いやもうなんかね、こんだけ可愛かったらもう男の人でもいいかもしれない。じゃあ今日これでじゃあ、まあ、帰ります。はい、はい、まずは帰ります。はい、じゃあお会計お願いします。チェックビーン、はい、2杯ずつしか飲んでないから2222でしょ。1235人で2杯で10だから2000バーツで800と2800で 10% 足して3080。どう？だいたい、はい、3000。3080かな。まあ予想では3080かな、かな。3080だとだいたい日本円で1万2000円ぐらいか。こんだけ1時間楽しんで注文してもらって、普通チューしてくれんのかな、よくわかんないけど。普通チューない？奥さん、奥さんも奥さんです。奥さん、受験。はい、出てない。あ、一番可愛い。頑張れ。みんな可愛いね。みんな可愛いね。悩むなぁ。いいね。え、本当恋人いないんですか？はい、3年、ね、3年いないの？はい。なんで？一人がいい？はい。やっぱ足かな。足はなんでみんなストッキングタイム履かないんですか？暑いから。暑いから。失礼します。来ました、チーママが来ました。僕実はこのチーママもいいと思ったんですよ。こっちの甘いですね。はい、チクビナカ。はい、チクビナカ。チクビ。チクビ。チクビ。すいません。はい。全部は2200バーツです。はい。なんで？か、女の子は一杯だけ。だからママ2杯に飲みます。そうなの、安いじゃん。はい。あ、ママだけ2杯飲んだんだ。なんだ、今日安いね。すいません、お会計。それでは気になる料金の発表です。じゃんじゃん。何？ママさんのドリンク2杯で400バーツ、トイさん1杯で200バーツ。これなんて書いてあるの？次の人、ウィウィ、ウィウさん1杯で200バーツ、モーさん1杯で200バーツ、ワンさん1杯で200バーツで、チャージが800バーツで合計2200バーツです。おお、8800円、1万円しない、安い。え、安いですよこのお店。すごい楽しめた1時間よかった。もうね、ママ、皆さんね、これね、すごく安心のお店、もうね、おすすめしちゃうね。でもいつもいるんですか？休みはいつですか？ワンの1週間1回ですよ。何曜日？いつも違う。何曜日？違うんだ。木曜日、金曜日、土曜日は絶対にいる、はい、ママもね、はい、絶対いる、はい、ね。ママの指名ってできないですよね。
できません。チーママの指名はできるんですか？ないできない。あ、ないんだ。先に女の子を選んだら、はい、ママとシママはちょっと入って。あ、そうですか、わかりました。はい、ということで、このバンコクに来てどこか遊びに夜行こうかなと思った場合は、プロンポン駅からもう歩いて何分ですかね、2分ぐらい、ね、このプロンポン駅から歩いて2分の初夢4階。お店の名前は本当はソーム。ソーム、はい、ソームは私の名前ですか、はい、ソー初漢字、はい、ムは有名の漢字、はい、なるほど、はい、選んだ。そうか、そういうことか。私あ初めて作ったのお店ですから、はいはい、初夢で使います。なるほど、わかりました。じゃあね、バンコクに来てどこか夜遊び行こうかな、どこか一軒ちょっとバンコクの思い出に行ってみたいなと思った場合にはもうソムさん間違いありませんでした。もう今日来て大正解。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。またまたよろしくか。